はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。11月は30日、もうねおしまいでございますね。今日はもう日が照ってね、いい感じでございまして、まったりしたいんですけど、ビール系飲料飲めへんねん。アルコール入ってるの飲めへんねん。なぜかというとですね、抗生物質をね飲んでてね、看護師さんにね、お酒飲んだら効かへんよって言われて、何も関係ないわと思って、火曜日に行ってですね、昨日までですね、酒を飲んだらやっぱり全然効かへんね、痛いね、足が。足ですね、足の裏にですね、こう傷ができましてですね、できたというか、かきむしってたんですね、あの水虫みたいな貝のができて、イエーって書いてたら、いっぱい血が出てきてですね、なんか気にせえへんわって言ったら、そこからバイ菌が入ってですね、こうむくんでるんですよ、小指の付け根あたりが。で、歩いたら痛いね。絶対バイ菌入ったわと思って、こう、もう20日ぐらい放っといたんですけど、治らへんから、あれ行ったの、皮膚科に行ったんですよ、近所の。それで抗生物質もらって飲んでるんですけど、治らへんやんと思ったら、やっぱりお酒かなと思って、お酒やめようと思って、お酒やめんの嫌やね、一番辛いね、何が辛いってこれ一番辛いわ、ほんまに。だからあと2日3日はですね、お酒やめなあかん。今年ね、一瞬やめたんですよ。4月、5月頃に、とりあえず酒飲んだら足が悪なるって言われて、で、やめてたんですけど、まあ、いろんな先生見てもらったら、大丈夫ちゃうのみたいになって、で、また飲んでるんですけどね。あれは辛かったな、1週間ぐらい飲まなかったですね。でもまあ、それはそれでなんとかなるもんですね。毎日毎日ですね、睡眠導入剤を飲んで寝たんですけどね。これ、あれ、なくなったらまた先生とかもらいに行こうと思って。すいません、余計な話しまして。行きましょう。シンシアリさんのブログにですね、これはですね、昨日29日ですね、万国博覧会開催、日米だけを見る外交が原因など様々な展開に大統領は対国民談話まで発表と。万国博覧会関連のニュースがあまりにも多く、もう一回だけ、多分エントリーします。日本からすると、こんなことでと不思議に思われる現象ですが、韓国ではユン大統領が対国民談話を発表するなど、ある種の非常事態ですって。いや、落ちただけでしょ。日本もよう落ちるやん。なあ、残念やったって言われるんですけど、向こうは国を挙げて大騒ぎしてるみたいですね。底力を見せた。赤敗した。ローマに勝った。外交の格が上がった。ゲイカルチャーを広く知らせた。2035年に再挑戦だなど、どうしても擁護するメディアもあります。外交力全般的に弱い、現実誘致できなかったことより、各種発言がもっと問題だったと。再挑戦するにもまだ時間がかかる。いくらなんでも事前の情報、二次投票で勝てるという内容とギャップがありすぎなどの現実的な批判を書くメディアもあります。まずユン大統領が国民談話で、全ては私の不足によるもの、要は大騒ぎしてるんですよ。まあ言えよ別にと思うんですけど、なんというか、今大阪でね、万博決まって、今もう来年再来年か中止しちゃうのっていう話になってますけど、それ決まった時のニュースなんかもう全然覚えてませんよ。そもそも興味ないですしね。オリンピックの時はさすがに見てましたけど、ほーんと思って、万博なんかどうでもええやんという思うんですけど、やっぱり国を挙げて大事なんですね。で、なんであかんかったんかということがですね、かまべすしく言われてるわけですね、お隣さんでは。で、要はあれ一国一票で投票してるようですからですね、その下工作はうまくいかなかったということであって、で、韓国的にはですね、サウジアラビア金持ちやからいっぱい金配ってんろということになってるんですけど、まあまあそれもあると思いますよ。でも一番の原因はね、
あれだけ韓国ね大騒ぎして各国回って支援を要請したわけでしょ。でそれをみんなニコニコ笑いながら分かったよって言っててですね、入れてくれへんかったということでしょ。ね、まああれですね、みんなはいはいとかニコニコしながらですね、お前らなんか入れたのかって腹の中で思ったわけですね。それが一体どういうことなのかというとですね、要は韓国側のですね、独りよがりなですね思いだけを一生懸命伝えてですね、そのなんていうのかな、相手の腹を読むみたいなところまで細やかなですね確認をしていなかったというのが一つあると思います。でもう一つはですね、やっぱしあのお隣さん自体ですね、日頃の行いがですねよろしくなさすぎるんちゃうかなという気がします。お隣さんってね、ここにも書いてありますけど、日本とアメリカと中国には関心あるんですよ。その他にはほぼ関心ないんですね。でしかもですね、お隣さんってヒエラルキーに生きてる人間なんですね。イギリスやドイツやフランスとかあったらリスペクトするんですけど、そうじゃない自分より格下と思ってる国に関しては格下というふうな扱いをするんですよ。要は自分たちよりちょっとでも小さい国、経済力の薄い国、あるいはヨーロッパ人ではない国とかは格下扱いするんですね。でどっちかというとだから韓国はですね、世界で11位か12位の経済大国ですから、格下の方が多いわけですね、韓国から見たら。その格下の国に対して格下の扱いをずっとしてくるとですね、格下の国はですねあんまり心よく思わないわけでしょ。国際社会というのは基本対等という、こう前提でお付き合いをするわけなんですけども、日本人の社会もそうですよね。初めて会った人は対等ですよね。お互いの立場ができたらですね対等ではなくなるかもわかりませんが、パーティーで会った人にくるくると喋ってたらですね、そんな対等ですよね。お隣さんはですねパーティーで会ってもですね、どっちが上か下か確かめなきゃわけですね。そこからでないとにこやかな会話ができないという面倒くさい連中なんですよ。それを彼らはですね国際関係に適用してるんですね。自分より上の国下の国と。でそういう付き合いをしてるとですね、それを感じてしまった国はですねあんまり愉快ではないですね。だからですね、こういう時にですね票になって現れたんちゃうんかなという気がします。でアラブ人っていうのはね、客人をもつなすということに関して割合上手なんですよ、ああ見えて。なんでですね、ああ見えてですね愛想もありますし冗談も言いますしね、でまあ何よりも金持ってると。でまあ何よりもですね、サウジから石油を買っている国がいっぱいあるというのもあって、やっぱり圧倒的な強さだったんでしょうね。でこの万博の投票もね、で1位リヤドって見えてたらしいんですよ。でも2位3位連合で逆転できると踏んでたんですね。でこれっていつもながらにあの人たちって物事をですね自分の都合のいいように都合のいいように解釈するんですよ。なんでそこまでですねこう現実を見ないでですね都合よく解釈できるんかなと、不思議な人たちですよね。これはお隣さんの特徴ですね。何でもかんでも都合よく解釈してそれで思い込んでしまうという。中国人にはそういう傾向はないですよ、少なくとも私は知りませんね。お隣さんだけですね、日本の近所の民族では。あれも不思議ですね、ものすごい不思議。まあ、現実を見ないというところのですね、そう一部なのかもしれません。現実や真実や科学を見ない、で自分の思い通りのに世界が動いてるんだというふうに思い込んでですね、そうそう、それ行くで行くでって言って赤方へみたいにして、で時にガンガン怒るみたいなんですね。なんとも付き合いにくい連中ですよね。まあその一面が今回もですねこう表読みに出てきたんちゃうんかなと。それは現実と違ったんであまりにもショックでですね、国中大騒ぎしてると。まあ、別にどうでもええやんと思うんですけど、こういうの大好きなんですよ、国際的な華やかなこう行事みたいなのが。でそこでですね世界の中のデハミングックとかってこうチヤホヤされるのが大好きなんですよね。でもどうしたら精神的な尊敬を勝ち得るのかということに関しては無関心なんです。こう目に見えるところをですね非常に重視する。でまあ非常に儒教的っちゃ儒教的ですよね。現世を重視するというそういう価値観なんです。
その価値観と外国の価値観が違うということに気づけば多少ね進歩があるんでしょうけどね、で進歩はなさそうですね。はい、ということで一応このシンシアリさんのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。